佐々木清高現行三年、昭教二年五月九日は、鎌倉時代後期、末期の武将、沖守護。官位は、左衛門の城、沖上。古典、太平記では、沖方眼とも記されている。宇田源寺流佐々木氏の一族で、父は佐々木創世、母は佐々木宗綱の娘。子に、太閤、重臣がいる。清高は自称、樹衛の乱で、 源氏法として活躍した、佐々木秀吉の五男、のりきよの末裔で、のりきよやすきよ自身宗きよきよ高と至る。この家系は代々を騎手後を送電する家柄であった。戦場山の戦いできよ高と敵対した、縁や高さだは、徳きの兄弟である、縁やより安の孫であり、きよ高とは、またいとこの関係にあたる。また、後の南北朝時代において、バーサラ大名として、 著名な佐々木同様をはじめとする京国氏一族や、室町時代に、大見守護として君臨した六角氏一族は、のり清の兄、定綱の松江出清高と同族である。鎌倉幕府第14代執権の北条高時が、北条氏特捜家当主であった、期間内に厳服し、その高時と、江戸氏親子関係を結んで返旗を受けたと見られている。父から受け継いで、沖守手後、 さらには、引き付衆となり、小中2年12月には、幕府の使者として入教した。現行2年、小京元年、鎌倉幕府転覆計画を企てた、五代醐天皇が捕らえられ、沖国に流されると、同国主をしていた清高は、沖きへ下校し、領内の黒木御手に、天皇一行を遊兵した。当時は、西日本を中心に悪党と呼ばれる武士たちが、 反幕府活動を続けていたため、清高も有志による五代醐天皇奪還を警戒し、御所を厳しく監視する。ところが、翌元孔三年、昭教二年になって、天皇一行は土地上として、黒木御所から姿を消し、沖を脱出してしまった。天皇は、後期の武士縄長,長年一族に迎えられ、後期戦場さんにて挙兵する。これに対し、焦った清高は、 沖の手勢を率いて、戦場さんに攻め寄せ長年らと戦うが、寄せ手の将、佐々木正綱が流れ矢を受け戦死し、同族で、出雲市後の縁や高さだが寝返って天皇方につくなど、悪条件が重なり、結局攻め切れずに敗退してしまう。その後、敗戦の責任から沖を追われ、回路で北国に逃れて、六原丹大法上中時の軍に合流し、同年5月9日、 近江万馬の連ゲージにて中白と共に自害した。去年39。この大公も父と共に自害したと伝えられる。ありがとうございます。